こちらヨーロッパ企画福岡支部ポッドキャスト、どうも石田です。団長です。団長、はい、もう4月も終わりますけれども。そうですよ。ーゴールデンウィークですか、もう突入してる感じですか、これは。もうゴールデン始まってますね。今日からだよね、なんか最高10連勤らしいですよ、10連勤休する人はもういらっしゃる。学生ぐらいでしょ、働くでしょみんな。あ、そう、日本人勤勉ですかやっぱり。それが良くないところだよ、日本人休んでくださいね、皆さん。はい。と言いながらね、我々もちょっと働いてるんだよね。我々もこういう時こそね。なんちゃらかもう本公演があるしね、まず。まあまあまあ遠いですけど、6月ですけどね。まあでも結構始まってて、うん、でそんな中ハイタウンですよ。ヨーロッパ企画プレゼンツハイタウンで、京都でね、ちょっとこう文化祭のようなフェスティバルを行いまして、京都の元立誠小学校というところで5月の5日から8日まで、まあゴールデンウィークちょっとかかる終わるぐらいの感じでも、8日まで休む人いるんだよね。そう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 、ね、7、8でしょ。6が平日らしい、今年は。5休みで6はもう確実に平日なんだって。ただのだから5で終わりなんだよ本来はね。本来は3、4、5でしょゴールデンウィーク、うん、で5で終わりなんだけど、7、8は土日だから続いていくんだけど、6は金曜日っていう、ただの童話がいても平日なんかうまいことしたらいいのにね、そこは。なんか国がね、国が、安倍さんが一言言ったらね、金曜も休みやって言ったらねまあそうしてる人もいるんでしょうけど、うん、まあ辛いもんでね、はい。まあ僕らはそうやって、まあ、お祭りというか、それのために今稽古やったりとか、あと中之島文化祭っていうのを参加させてもらって。あら、いいじゃないですか。んで今出てきたばっかりですよ、出番終えて戻ってきて。あ、もう今本番5ですか。もうオーガナイズしてきて。あらららイベントオーガナイズしてきてイベントオーガナイズ違うよね、ただ出演してきたんだっけ、オーガナイザー側ではないですからねはい、ほんでもう喉枯らしましたよ、もう早速。あら、もう爆笑を超える激笑でしょ。いや本当にね、盛り上がっていただいて、なんかこうすごく気持ちよくね、やらせてもらったんだけど、なんかこうすぐ枯らすな、もうこれ喉あかんあかんちょっとこう蜂蜜じゃないですか、蜂蜜。なんかお客さんの笑い声で気持ちよくなっちゃったっていうのもあるのかな、うん、気持ちよくなったわけじゃないけど、ちょっと盛り上がってると思ってかましてきたんですか。声張ったらちょっともう飛ばしたな、すぐ飛ぶようになってきた。今回というか、こう最近癖になるっていうのはあるらしくてさ、なんかね、言いますね、炎症しやすくなるんでしょ、なんだかな、そんな感じですわ。あららららら、まあまあ頑張ってますけどねこのゴールデンウィークをゴールデンウィークね、ちょっと稽古にする、稽古でしょ、稽古ばっかりって感じですね。そのダンスとかもやらせてもらって、僕がやる演目が相撲コメディっていう、うん、相撲をテーマにしたコメディで、その演出家がそのダンサーさんとか振付師の人で、うん、北丸さんという。僕そんな踊ってないんだけどね、うん、結構それも喋って、今日ドラマパートになって、ドラマパート、うん、すごい、それもセリフが多いかなでも一人はロブ・カールトンっていうね、京都の劇団、はい、でシチュエーションコメディみたいな、それもすごいセリフが多くてですね、とにかく喋っとるわけですか。すごい喋ってて、ここ最近ありがたいことに喋らせていただいてます。それでラジオも喋らせてもらってもう喋りのずっと喋ってますね、本当に楽しくやらせてもらってますわ、はい。うーん、5月ですねそのタイミングで言うもう明日から5月ですね。早いですよ、ほんとすぐですよ、という間ですよ。団長どうですか、うん、最近は。僕はもう、うん、ハイタウンなイベントの僕の誕生日パーティー、ああそうそうそう、生誕祭の準備で、僕もはい、なんか、乾杯かなんかの発声かなんか、乾杯じゃないのか、まあ、温度をちょっとやってもらうぞって、おめでとうの温度を僕が、はい、なんか変な変なセリフが来てたけど、一応設定があるんで、はい、こっちでなんかこう温度、そのおめでとうっていう温度、団長おめでとうみたいな感じなんかなと思ったら、ちゃんとなんか七
指定されたセリフが、あのね、うん、書いてもらっても大丈夫ですけど、うん、設定として、僕を守るための四天王的な立ち位置だぞっていうランチョンって制定なんだね。あのハイタウンの時のみ制定を名乗って、制定を名乗ってるんだ、男女より上のハイタウンの帝、うん、本来の王者という。でさ、俺このラジオもさ、俺団長って言ってさ、はい、言ってて、言うてヨーロッパ企画じゃん、はいはいはい、でもお肉のそれの団長が構成作家やってくれて、はい、でポッドキャストで2人喋ってて、僕はヨーロッパ企画の役者、はい、でもさ、この知らない人はさ、あの僕が団長、団長でヨーロッパ企画とか言ってる、団長はヨーロッパ企画の団長っていう人も思ってる人もいれば、あ、僕を団なんか団員だと思ってる人もいる、いろいろ分かりにくいですもんね、うん、本放送を聞いてる人はだから、うん、あの団員の人、団員と団長のやり取り面白いなみたいな、本放送はさ石田カクテルでまた出てもらって、うん、団長がでも団員に敬語ってのも変な話ですからねそうね、僕は、うん、なんであいつ団員のくせに団長に生意気なんちゃなっていう上からなんやねなんで団長が敬語なんやって思ってる人もいるかも、こうややこしいんで、ややこしくもないけどね、まあまあ、まあ、もうあだ名この距離感ちょうどいいけどね、はい、うん、また違ういい感じでやらせてもらってるんですよ。でまあそれも、はい、団長誕生日いつだっけ、本当ほんまね5月6日なんですよ。6日なんでね、それイベントは7日にやるんだよ、ね、イベントは7日にやるんです、うん、過ぎてるんだよね、あの6日に企画ナイトってイベントやるらしくて、うんうんうん、そのイベントブッキングが6日しか無理やったらしくて、ところてん方式に僕の誕生日がずれるっていうこんな安い誕生日があるんかっていう怒りを僕はねハイタウン事務局にぶつけようと思ってます団長がハイタウン近づいてくるとあの吠え始めるっていう、息立つっていうね、ツイッターで吠え始めるっていうのが、よくよく喋ったらね、やっぱ弟氏もね5月4日やったんですよ2年おきにやってるでしょハイタウンって。面白いね、団長のツイッターがやっぱ面白い、みんなで言ってたわ、さっきこう帰りの車で一緒だったけど、本番後のこの時期なんか本番とか近づいてくると団長が吠え始める面白いな、だんだんプロレスが始まる、この大体ハイタウンに消え出したり、そう中之島文化祭に切れてむっちゃ消えたよお肉呼べいや呼ばれてたんでしょ、あれもう断ったじゃない自分から違いますよ、一切断ってないですよ、本当にすげえ切れてます僕は大体本番近づいてくると、あと自分が取れてない賞とか岸田戯曲賞とかにも吠えるし自分が呼ばれてない賞レースとか賞は大体吠えるって決めて、うん、吠えるって決めてツイートで吠え始めるっていう、うん、暴れ始めるぞプラスに働いたこと一回もないですよ、ないんだないんだこれが、うん、これこれが別に誰かにそんな盛り上がることもなく、損しかしてないんじゃん、おっさん吠えてる、でも僕らヨーロッパのメンバーはすげえ面白い、あその数人がじゃあ当たってるだけで一般のお客さんは、ね、怖い人いるぞっていう大体この5、6年で分かったのは、大体みんなマジで撮るっていう、いやそうだろうな見た目がマジだ、そうなんですよ、プロレスで撮ってくれないんですよ、そっか、はい、ヒップホップのノリやからな、面白いな、そんな感じですよ、行きましょうか、はい、カクテル恋愛相談室、はい、トークテーマ別れ話ということで、あなたの別れ話聞かせてください、悲しい話ですけどね、5月の別れっていう曲もあるぐらいですからね、あらあら、じゃあもうズバピタのいい、いやだから4月に春に付き合ってもう5月になんか別れちゃうの、みんな大体持って1ヶ月ですか、全員持って1ヶ月春に付き合ったやつはね、入学とともに、あいい感じやなって趣味が合うなっつって付き合ってすぐすぐメッキ剥がれて、メッキ剥がれて違うってなこいつ違うなってなるやつね、うん、6月ぐらい冷静になって雨で、ね、もう外出るの嫌になってなるほど、うん、で8月9月ぐらいに恋人欲しいなってなって、で文化祭の時期になったらまた、あ体育祭とかなんか文化祭近づいてきてイベントマジックで、イベントマジックで付き合って、うん、で11月ですぐ別れる、もう、うん、ハロウィン戻ないんですか、ハロウィン戻ないハロウィン持ちます、そんな、うん、そんな周期ですけども全然人というのすぐ別れるな、男女という男女はそんな5月はみんな別れると思うんですけど、はい、うん、まあ、メール来ております、ありがとうございます、ラジオネームシーボさん、うん、伊者さん、男女さん、こんばんは、こんばんは、そして紛らわしい一人称でごめんなさい、お私は20後半の男です、男だったんだシーボ、女性だって言ってた、ね、みんな女の人で、うん、前ね、だから
あの恋人の、うん、その体重が聞けないみたいなさ、うん、あのだからそれは女性に対して聞けないっていう、うん、彼女が、あ、まあそれは分かりますよ、ちょっとぽっちゃりなんかな、うん、いやぽっちゃりと。マシュマロっていうんかな、マシュマロタイプ、マシュマロボディね、マシュマロボディっていうんかな、うん、今はホイップボディね、ホイップボディホイップボディっつうの、いや知らないけど白さが際立つよりメレンゲボディでもいいのかな、メレンゲボディでもいいですねいい言葉ですね、きめ細かな肌ですねふわっとしてふわっとして可愛らしい、そこ体重効く、メレンゲって軽いけどな見た目にそこはですねああそうですか、マチコンで知り合った、はい、彼女が体重が効けないという、ね、体重が効けないという、はい、メレンゲボディの、まあまあ番組にお便りするのがないと思います、でも、うん、付き合って別れているどこないでしょ今、はい、あの、まあ、メッセージも男子のザレ言として読んでいただけると嬉しいって言ってるんですけども、ほうほうほう、今回のトークテーマ、うん、私はメールでお別れしたことがあります、メールで、はい、気持ちのすれ違いが続き会わなくなって1ヶ月でそのまま別れました、直接会ってというのが普通だと思っていたので その時新鮮に感じたのを覚えています、うん、その後相手のアドレスと通話履歴、メールのやり取りを消去しましたあ、自然消滅パターンか、でもお互いそういう感じだったんだね、どっかで会おうみたいにもならなかった、うん、会って話しようみたいにすれ違う、メールの返事もうーんってな感じだったんですかね、うん、じゃあみたいな、うわ、さすがにないな僕、メールで別れようかって、ああ、うん、ないな、なんか連絡、前の連絡取れなくなったから、そういう意味じゃあれ、なんかメールでいやでもな、言ったことないな、メールで別れって、なるほどね、待ってちゃんとこう話すかな、うん、まあ、体力いるからな別れる時ってな、そうですね、ああ僕ももう無理やり自然消滅に促したことありますからね、いや隠れ続けた、隠れ続けた1年半がありましたね、隠れ続けた木陰に隠れ続けた1年半がありましたからね、そっか、日に当たれないもんな、日陰もんですよ、日陰もんで、みんなから忍び刺されてあいつがはっきりせんからやみたいになって、あいつがはっきりせんから、もうしょうがない、しゃあない貼ってもらってこうやってもらってうん、人ってそういうもんいろいろありますからね、ありますから、うん、もう一件来ておりますよ、なるほどな、うん、伊沢さん、男女さん、こんばんは、こんばんは、お世話になっております、シンです、シンさん、今回のトークテーマ、あなたの分かり話ですが、うん、今年の2月既婚者と知らずに付き合ってた彼と別れました、ゲーゲー、これ前前もそんなメール来てたっけ、この人はね、前はバーの、うん、バーの店員に告られたり、そっか、喫茶店働いた時のおじさんに告られたり、すごいな、こ声大きい女性ホントモテるんだな、この人、ね、うん、で既婚者と知らずに付き合って、これベッキーパターンじゃん、もういやだからゲスの極みいいですやばいな、はい、ゲス、うわ、本当だ、既婚者と知らずに、だって出会った時は結婚してると知らなかったっていうあれだもんね、まあ大体の人がそうだと思いますが、これメール読んでいいのこれ読んで嫌でしょこの送ってきてて、ベッキーじゃないのこれ、実は俺ベッキーですゴリゴリの日本人の名前でメール来ますけどうわすごい、はいはいはい、大体の人がそうだと思いますが、私も不倫は絶対にしたくなかったので、知り合う男性が既婚かどうかには気を配ってましたが、彼は知り合ってすぐに自分から独身であると告げてきました。うわ、ちょっと怪しい気もしてたのですが、趣味が合い一緒にいて楽な彼を気づいた時には好きになってしまっていたので、彼の言葉と指輪をしていない彼の左薬指で自分を納得させ、私たちはやがてお付き合いをすることに。しかしある日ふと彼のワイシャツやハンカチにはいつも綺麗にアイロンがかかっていることを思い当たります。彼はズボラで家事がダメなタイプでしたし、誰が彼のワイシャツにアイロンをかけているんだろうと思うと、急に彼の奥さんの存在が鮮明になった感じがします。それに私たちはあまりマメな連絡やデートをせず、突然やってきた彼を私の家に泊めるのが常で、私自身は彼の家に行ったことが一度もなかったです。エロい、おかしいじゃんこれ、もうドスケベメイクでしょ、おかしい、お家に行きたいとかなるじゃんな、彼氏の、すごいでしょ、そういう感じにならんかったんや、そう、続きありますからちゃんと、マメな連絡やデートする、突然来たでっていう彼をね、
止めるだけというこれめちゃめちゃエロいな、これめちゃくちゃエロいイメージです。これ早速それだけで、まあその一種彼の突然できた彼を私の家に泊めるのが常で、私自身は彼の家に行ったことが一度もなかったのです。それだけで彼が結婚するという直接の答えにはなりませんが、はいはいはい、確認の意味も込めて彼の部屋に行ってみたいと告げたら、彼は何と答えるのかが知りたいと思いました。早速彼に家に行ってみたいと伝えると、いろいろと理由をつけてはぐらかされてしまいました。うわ、これをきっかけに私の中で彼と別れようという気持ちが固まったので、彼には特に理由を告げずその場で別れを切り出しました。彼とは4ヶ月ほど付き合ったのですが、彼も分かったとだけ言い、別れの理由を聞いてきませんでした。うわ、こうして私たちの交際は終わりました。そして先日仕事帰りに彼とばったり会ってしまい、そこで俺が結婚してるっていつから気づいてたのと聞かれたことで、思いがけず彼が既婚者であったことの答え合わせができました。うわ、今回も長々とすいません。いいえ、ラジオをあまり聞かない私ですが、どうしてこちよろには毎週メールを送るほどハマっているのかなと考えてみると、恋人がいない今、彼氏にメールを送るみたいな気持ちでこちよろにメールを送ってるのかもしれないなと思いました。慌てて別れなくてもいい、未婚の素敵な方と出会いたいですね、ではではっていうね。まあ、これ最後の文章は、うん、むちゃくちゃに抱いてくれってメッセージですけど、ほら、どっち？どっちですか？男女ですか？石田ですか？はい、ちょっとこの人なかなか幸の薄い恋大きい、ね、恋大きい女性ではありますよ。ただ幸せになれないな、幸せにしてあげたいな。突然やってきた彼を私の家に泊めるのが常で、なんですかこのエロいメールは。なんですかこれは。あかん、あかん。うーん、だいたいでもなんかそういう年上、この人が年上かどうか知らんけど、こう、うーん、おじさんキラー感あるな。そうなんだな。でもなんでそういう関係になっちゃったんだな。でもそういうタイプ、愛人体質というかさ、うん、愛人顔なんかもしれんよね。いや、愛人顔いるじゃん、愛人顔。わかる、秘書顔でしょ。なんかもう寄せ、そう、自分はそうじゃないとか、もちろん不倫が嫌だとか、うん、そういう風に思ってる女性ほど、うん、愛人顔になっちゃうんだ。まあ、気持ち上がりますね。うん、ね、あるよね、そう。わかるわかる。で、なんだったらもう直接そういうなんかさ、こうレベルの高い男性からとかにさ、俺の愛人にならないかみたいなこと言われたりもしちゃうんだよ絶対。なるほど。うん、だからそれはもう口紅の色を変えたらいいよ、ルージュをね。このうん、俺はシンさんにはっきりとアドバイスできることといえば、うん、俺は口紅の色を変えなさい、これだけです。ツヤツヤするやつあかんやつ。あのうるうるしてるやつ、うるうるしてる、うん、もう変えなさい絶対。そのままうるうるしてるでしょ、どうせどうせうるうるします。赤目のなんか石原さとみ唇でしょ。プルルン唇みたいな、プルルンするやつね、うん、それを変えたらいいよ、もうカッサカサのさ。てかもう唇つけっかってね。あのメンソレータムだけ。そんなにあれな、あの人が持ってるやつ、どう看護婦みたいな人が持ってるやつ。看護婦の絵描いてるやつ。あれだけつけてスーッとだけさせといたらいいわ。スーッとだけ出したい、うん、もう何やったらスーもさせんでいいわ、うん、本当に、うん、それだけです。本当、口紅の色を変えてください。そうですね、それがもう愛人になりそうな口紅なんですよ、あなたの口紅が。唇でやっぱり見るんですかね。うん、唇だと思うわ。うん、ただもともとさ、そのこうなんかもうプルンとポッテリした、ね、ポッテリした、うん、もうキスがしたくなる唇なんだと思うわ。なるほど。言ってんだ、ほら。キス女。いるじゃない、本当に。もう唇がね、感動的な女性はいますね。唇だなっていう、本当にブルッとした。そうだと思いますよ。本当に。あと髪型かな。髪型を前髪をパッツンしたらいいんだと思うよ。本
当に大事ですね。横上げはダメですね。横上げとかこうバッとこう上げてるようなさ、こう、うん、こういうなんか髪を上げてるようなやつはもう愛人になりがち。お前髪で前髪で前髪の女性とさ、やっぱこうなかなか横歩きにくいじゃん。その前髪であの後ろも刈り上げのね、大人の男性はさ、うん、うん、可愛いらしいじゃん。前髪流行りますからね、うん、しますから、うん、水戸夏目ちゃんみたいな髪型の女性は愛人にはなかなかなりにくいじゃん。なるほど、不倫しようみたいな感じにならないじゃん、うん、可愛い恋人がいいじゃん。いいけど確かに、うん、恋人にしたいっていう感じになるじゃん。不倫じゃないですね。うん、水戸夏目ちゃんみたいな髪型にしていれば、あ、そういう既婚者は寄ってこないです。だから前パッツンにして、で、ね、メイク、ノーメイクで、もう何、まつげももう本当に下げといたらいいんじゃないかな。下げますね。下げます。もうつけまつげなんて持ってのほか。逆ビューラーかけて、つけまつけない、うん、つけまつ取る、つけまつげでつけま取る、つけま取るつけって言ってるけどね。それでいいんじゃないでしょうか ね、 ね、うん、メイクの話になっちゃったけど、俺はあんま何も分かってないな。でも僕、女性がこう本当にこうメイクをお化粧してるのを見るのが好きなのよ、うん、女性がメイクしてるとこをこうずっと見てるのが好き。見る見る綺麗になっていくところ、そうああ綺麗になっていくなみたいな、すっぴんでもいいのにみたいな思いながら。アイプチしてるとこも見えますか、ちゃんと。アイプチ必死やな。アイプチってなんかボンドみたいな止めたっけ。ボンドみたいな、ボンドして二人するやつ。それはあんま見たくない。いるんかなアイプチ。まだアイプチってあんのかな。昔入りましたけどね、めちゃくちゃ。ボンドな。なるほどな。別れ話、それはもう別れた方がいいですよ。いろんなのありますな。はい、いやどうする、来週トークテーマいろいろ話したけども、ね、ポジティブな方がいいんですかね。いやでももうちょっとぐらいね、こういうちょっとこう、うん、しっとりするやつ、しっとりするやつが続いてもいいのかもよ、うん、なんかそういうやつの方がメッセージ意外と送りやすかったり、なんかそういう経験みんな多い。結局悲しいから人、悲しい、うん、悲しい経験の方が聞いてくれっていう気持ちにやっぱなるしな。やっぱ話すことでやっぱ解決されるし、あの人に話せないってことは解決してないことだったりするんだよ。だから話せば解決していくんだよ、人に話せるぐらいまで。うん、なんだろうな、だからちょっとしっとりしたテーマね。うん、最低の思い出、最低辛かった思い出、なんだろう、異性との、恋人とのってこと、恋人との、うん、なんだろうな、そういうやつ。なんか冷めた瞬間とかもなんかそんなもん聞いたもんな、この間やったもんな、それ。うん、うん、なんだろう、5月ってなんだろうな、本当にな。でも5月日和になるぐらいですからね、ね、やっぱりこうちょっと穴が開くというか心にほうけてしまう。いやー、デートもいっぱいして、今いいもんな、気持ちが、いろんなとこ行って結婚も聞いたし、なんだろうな。みんなにね、うん、送りやすい恋人とも、もうないな、聞きた聞きすぎたとかね。毎週うーん、なんかさ、友達の話とかでもいいか。あ、すごい今救急車が音が入っちゃってる。なんか、あ、じゃああれは、あ、じゃあポジティブ、逆にポジティブね、行こう。私の楽しい彼氏みたいな、私の楽しい恋人みたいな、恋人自慢、チキチキ恋人自慢ね。恋人自慢した、こんな恋人いました、うん、いる、今までこんな人と付き合ってて、これなんか良かったですよっていう。あらららら、恋人自慢、うん、誰も送ってこんかな。別れ
れた人のことをこうよく言える人っていいよな。でもいい人ですよね。別れたやつを悪く言うやつより、うん、まあもちろん今恋人がいる人はね、七五さんなんかだから今の恋人のいいところ、そうマシュマロボディのことマシュマロボディの体重こそ聞けないけども、うんうん、そのねすごい肌触りがいいです。肌触り、うん、すごい真っ白な肌なんですよとかさ、うん、自分の恋人のいいところを教えてください。いいね、これ聞きたいね。いや人を褒めたい。これね。うん、で俺らも何やねんって言おうか。そうそうそう。それ来てクソクサしたい。そう。大丈夫。送りにくいよ。失礼しました。送りにくいや。じゃあそれにしましょう。はい。うん。なんかまあもちろん過去の恋人でもいいですし、うん、恋人の良かったところ、いいところ、ね、これを送ってください。我々もなんか話そうかな。聞くだに辛いよな。でもでもいろいろ話しましょうよ、はい、恋人のこんなところが良かったなっていうところ。あでもお酒が飲む人だったからそれは良かったかもな。なんかいろんな美味しいところ連れてってもらったりとか、なんか楽しかったよな。で僕それであれだもん、ビール飲む女性が好きになったもん本当に。へえ。うん、本当に僕もビール大好きになったから、うん、ビールが飲める、なんかあのお酒でもカクテルとか、カクテルとか言ってながらもビールしか飲めないんだけど、そのチューハイとかさ甘いお酒よりかはビールをこう一緒に飲める女性が好き。グビリグビリと、あいいなって思う。もうそこが良かったな。そういうのいいじゃん。なんかいやこの人と一緒だったらビール一緒に飲めるみたいな、うん、そういうのがいいところかな、恋人のみたいな、うん、恋人のいいところ、はい、うん、を送ってくださいね、恋人自慢してください。はい、メッセージ待ってます。ジメルでも送ってください。こちよろ @gmail.com ですね。もちろんツイッターの DM、うん、リプライでも構いませんよ。そっちが最近ね送られてこなくなったんですけどね。ね、まあジメルの方でチェックしてほしいですね。両方送ってください。お待ちします。はい、それではまた来週も聞いてください。さよなら。さよなら。LoveFM Podcast。 LoveFM のホームページではポッドキャストを配信中。スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えばいつでもどこでも LoveFM が楽しめます。 LoveFM.co.jp にアクセスしてくださいね。 LoveFM Podcast。